よかった、聞こえる。え、今日は久しぶりですね。あ、はい、配信がじゃなくて、なんかぴったり時間を守って始められたので、19時ぴったりに。たぬきのこさん、聞こえすぎてるよ。聞こえすぎてますか？イヤホンしてる人、ちょっと今の耳かわいそうかも。ごめんなさい。よかった。キピさん、配信待ってた。ありがとうございます。なんかこれって今の皆さんの画面では私のどこまで映ってますか？私の画面と同じなのかな？肩、服見えてないんですよ、私が見ると画面では。お、花火だ。ありがとうございます。首あたり同じだ。そうなんだね。ありがとうございます。ひょい、見えたかな。一応今日ワンピース着てて。お、19期ケレケレさん、メイク変えた。そうなんですよ。ちょっと今日はなんか大人っぽメイクみたいな感じで、ブラウン、ちょっとなんかクール系というか、なんかここに黒いっていうか、ブラウン、濃いブラウンを入れてみたんですけど、だいぶ雰囲気違うかなって、あとね、そう、あの眉毛がもともと濃かったから、その眉マスカラはしなくていいのかなと思ってたんですけど、ちょっとねそれを変えて焦げ茶色ぐらいの色を眉毛に塗るようになりました。今日はえ、どっか来た福田さん。今日はドアラじゃないんでね。あ、そう、ドアラだったんですよ、私。名古屋名古屋公園なんだっけ、中西ドアラーズ、あれ、そのなんか、いや、もともと私は野球が全然詳しくはないんですけど、西本ドアラーズ、なんか違う、なんだっけな、なんだっけな、中西ドラゴンズだ。あ、中日なんだ。中日ドア、そうだ、中西さんじゃなかった。中西じゃなかったんです。中日ドラゴンズ、そう、中西誰だ。あ、踊れる舞妓さん、こんばんは。19期研究生の久保田です。ちょっとね、今日はちゃんと名札も持ってきました。反転しているぞ。中西、何言ってたかドラゴンズ、そう、なんか早着替えだったんですけど、私はどこかの EK さんでもなんかその一回参加させていただいた時があって、その時にただいま練習について語ったんですね、先輩方と。で、なんだっけな、そう、私がその早着替えがすごく苦手だっていう話をしたんですけど、本当にもう大変でしたね。ババババババって、しかもそうぐるーっていったので、もう慌てて着替えました。マイクを置くの忘れちゃったなんかね、着替える、そう、早着替えが苦手っていうのもあって、もうズボンが、その片足左右全然違かったっていう、私がうまく履けなかったんですけどね。衣装さんとかメイクさんとかにたくさん手伝ってもらって、すごく嬉しかったです。19期さん、名古屋公演感想を聞かせて。いや、なんかもういっぱい思うことがありすぎて何から話そうかって感じなんですけど、まずは SKE さんのごめんね様を踊れたことが本当に嬉しくて、ごめんね様可愛らしいなって思ってたんですけど、そのなんかやっぱ夏といえばって私は思ってたので、なんか自分がそのユニットでごめんね様をできてすごく嬉しかったです。可愛いなって思ってて、ごめんね様のおーちゃんさん、ごめんね様の人可愛い、わかります。色も好きなんですよ、パステルカラーで。
とはね、そうそうそう、あとはやっぱ名古屋といったら手羽先とかなんですよね。前乗りの夕飯で、ほんと多分プラメで何を送ったっけ、多分プラメでは手羽先の写真を送ったんですけど、あとね、実はひつまぶしもね食べました。ひつまぶしもね食べて、本当にもうどれだけ食べるの、奥元帰りっていうぐらい食べました。まあね、それは写真をまた X とかプラメにて送ろうと思うので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。あ、そう、今日多分若干雰囲気違うと思った方、メイクだけじゃなくてちゃんと照明があるんですよ。見えますか？見えないかなそう、なんかね、あ、そのなんかもともと貸し出しできるよみたいなのがあって、私は自分で持ってくるって言ったんですけど消えちゃいました。なんか買わないとったん、ちゃんと。あとね、なんだっけな、あ、そう、そのイヤホン、そうそう、私カラオケ配信を前からずっとやりたいって言ってたんですけど、そのなんかカラオケ配信するにはイヤホンが必要らしくて、そのイヤホンが刺さらないんですよ、私のスマホが。刺す穴みたいなあったと思うんですけど、刺さらなくて、刺すところがなくて、なので、そうそう、有線、え、有線じゃないのもあるんですか？え、今ワイヤレスならワイヤスならあります。ワイヤレスでカラオケでできるのかなっていうのが。19期さん、アイシャドウ何使ってますか？基本は RMK さんを使ってます。まだね、全然詳しくないので、いっぱい勉強したいんですけど。おーちゃんさん、カバーの関係、カバーとかじゃなくて、なんかもうスマホなんですよ、もともと。だから私今そのカバーがでかすぎてゴツゴツなんで外してやってるんですけど何情報だこれ。でもね、そう、カバー関係なくて、あー、マジか、入ったカバー関係なくて、あのスマホに、そもそも本体に有線イヤホンを刺す穴がないっていう。無線は持ってるんですけど、無線でカラオケできるのかなっていう。おでこサンシャインさん、綺麗な黒髪素敵です、ありがとうございます。ずっと黒髪です、17年間。いつかでやってみたい、髪の毛を染めてみたい。何色がいいんだろう。え、どうしますか、これ急に金髪とかだったら。多分ないと思いますけど金髪かい。ふみさん、変換するのがいるのかな。あ、確かに変換いるのかもしれないですね。変換すれるのあるのかな。花さん、ワイヤレス厳しいね。え、やっぱワイヤレスだとマイク機能ない、マイク機能なんか全然カラオケできなさそう。やっぱ有線じゃないとできないんだ。紳士さん、羊さんが教えてくださいました、ありがとうございます。カズさん、こんばんは、こんばんは。お、ゆきぴさん、爆弾ギフトかな、なんだろう、ありがとうございます。今コメント読んでて、ちゃんとギフト読みもね、先日の配信でちゃんと覚えたので、ちゃんとっていうか思い出した。ネルプーさんも星の花火くれた、ありがとうございます。三浦みどるさん、こんばんは、こんばんは。お、すずちゃんさん、 iPhone と有線イヤホンつなぐプラグ売ってるよ。なんだと、売ってると、いた、売ってる、買うしかないぞ。買いたいです、買いたいですって報告、買います。これでカラオケできる、てかあれですよね、多分前も言ったっけ、イヤホンがないとカラオケできないって。もう悔しい、なしでもカラオケできたらええのに、ええのにな。初見てっぺいさん、こんにちは、あ、こんばんは中日ファンの友達がドアラになってくれたからロスって言ってたよ。ドアラ会議を押してくれるなんて嬉しいです。そう、ドアラで思い出した、名古屋感想でちょっとつなげたいんですけど、鼻が取れちゃったんですね、つけるやつがあって。で、私がリハーサルでもそう、なんかちょっとやった時に鼻がすぐ取れちゃったってことで、その一応衣装さんか誰かがポッケに予備を1個入れてくださったんですね。
まあ大丈夫でしょうと。まさかまさかのまさかまさかで2個目も取れちゃったっていう、しかも秒で、結構内心焦ってました。鼻がなくなってしまって。でもそしたら会場の皆さんが微笑んでくれたのでよかったです。マリモさん、名古屋でお土産買えた。うわ、時間なくて買えませんでした。プンプン食べたかった、食べたかったじゃん、買いたかったか。次は福岡公園なのでね、買いたいです。明太子、明太、明太今まで明太子を食べたことがなかったんですけど、先日のグループ握手会で私が福岡に初めて行ったんですね。その時にお弁当が福岡の明太重だったんですけど、本当に美味しくて、なんか明太子がハマりました。明太子、明太子、ちょっと眩しいかな、皆さん大丈夫ですか。初めてちゃんとお湯使ってるので。お、ゆうなさんも金髪にしよう金髪どうなるんだろう、似合うかな、何色が似合うんだろう。やっぱハイトーン、そうですね、黒髪、今まで黒髪だったから、そういう派手色というか派手色が気になります。初見タッキーさん、こんばんは。こんばんは、くもとかえりです。タックさん、こんばんは。大人っぽいですね。あー、ありがとうございます。今日は大人っぽメイク会、じゃじゃ。流れ物さん、こんばんはお、紳士の羊さん、かえりちゃん金髪もめっちゃ似合いそう。似合いそうですか、嬉しいな。それは金髪ギャル会、どうやってんだっけ、ギャルピース、これだ、ギャル。インナー、あ、ファイナルさん、インナーカラー、インナーカラーおしゃれ、めっちゃ、なんかやっぱペンライトカラーとかにしたいです。水色、青寒色系がいいな。モッティさん、こんばんは。かりちゃん、あ、ヤッホーかりちゃんだ、こんばんは。ハレーさん、こんばんは。最近だらしない愛し方というね曲にハマってます。ずっと聴いてる。おしゃれ、おしゃれでかっこいい。しかもね、雰囲気がまたいいです。なめこさん、今日は何用のメイクですか。ちょっと今ね、洋服が見えてないから言うのあれなんですけど、いた、このね、黒いワンピースを着てるので、なんかちょっとブラウンメイクというか、ゆなさん、昨日劇場行ってきた、手紙置いてきたよ、ありがとうございます。ちゃんと読みます。てかね、いつも手紙をくださる方々本当に嬉しくて、なんかもうずっと読み返してます。朝起きて手紙読もう、あ、昨日、明日も読もうみたいな、もう本当にずっと読んでます。嬉しくて、やっぱね、ダンスがうまくいかない自分に対して悔しくて、うーってなっても、そうやって手紙を読んだりするとすごく心もあったかくなるし、頑張ろうってなれます。嬉しいです。ひよさん、初見さんです、こんばんは、ありがとうございます。塾期研究生の奥本かえりです。反転しちゃった、反転よしたかさん、自分の手紙も届いてる。もちろん届いてます、見てます。全然汚くないですよ、私も字なんか気にしないです。てか皆さん、なんか字汚いけど大丈夫って言ってくださる、言ってくださる言う方は多いですけど、全然そんなことないです。伝わってますぞ。
では判定してない。なんだって、羊さんが教えてくれた。えは、なんでだ。そうなんだ。あ、で私の顔もこうなってこれもこうなってるってことか。なるほど、スマホって素晴らしい。ないんですね。逆の逆、あ、ファイナルさん逆の逆、逆の逆です。ドラガンさんも反転しかないね。本当だ、皆さんありがとうございます。コモロックさんこんばんは。よかったです。毎日の楽しい兄貴さん、今日は大人っぽい服。そうです、大人っぽ帰りです。大人っぽ帰り、よしさん、かりんちゃん面白いね。え、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。山口さん、僕は字が汚いのでお手紙は手書きじゃなくてごめんなさいです。だからもうそんなの全然気にしませんです。本当に全然、もうくださることだけで嬉しいので、本当にありがとう、みんなありがとうございます。嬉しいよ、嬉しい、おいしい、おいしい。よし、だからそう反転してると思ってたんですよ。なんか自分の画面でこう今見てて反転してらっしゃるので、らっしゃる、そうなの。お、ランチューさん、初見さんだ。はじめまして、こんばんは。中継機研究生の奥本かえりです。じゃじゃんです、じゃじゃんの人ですよ。さ、かっこささん、初見です、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。中継機研究生の奥本かえりです。お、ファイナルさん、先週のただいま恋愛中見てかえりちゃんがめっちゃ揺さぎました。なんて嬉しい言葉だろうか。え、嬉しいな、ほんとね。まあ一番最初と比べてすごく一曲一曲に対して楽しめたり気持ちを込めてできるようにはなれたなって自分の中でも実感してくるところは増えてきたんですけど、とはいえやっぱり緊張するところは緊張するし、難しいところは難しく感じるので、いろいろ不安はあるので、その中でそう褒めていただけるのは嬉っぴーです。ひげとさん、はじめまして、こんばんは。19期研究生の奥本かえりです。名札、初見さん、ホッピー金太郎 AKB 坂上姉さんです。こんにちは、あ、こんばんは。私は達筆すぎるのでかえり様には呼べないと思いますぞ。達筆。ヨナさん、ウィバース始まるの嬉しい。そうなんです、始まるんです、ついに。全然ちょっと機械太いので、機械というかわからないので、全然うまくできなかったりするかもしれないんですけど、いっぱい送っていきたいです。曲じゃなかったらいいらしいから、多分ギターの音とかやってみたいね、やってみたいです。じゃあ、よしさん、自分でジャジャーの人っていうのもろい。本当ですか、伝わるといいなと思って。お、ドラガンさん、歌声好きなよ、嬉しい。またで、アカペラでよければ今日も歌いたいんですね。
んじゃんじゃんじゃん。福音ピンポン狙います。初見さん出す出すです。こんばんは、19期研究生の久保田です。来週月曜日も公演ですね。そうです、いや月曜日だしでしたよね確か。楽しみ。あ、よしさん MC は大体緊張しているのはわかる。え、やっぱ緊張伝わってるんだ。そう、話すのが別に嫌い、むしろ好きなんですけど、MC となるとなんか緊張しちゃうんですよ。なんでだろう、話さなきゃってなるのかな。でもほんわかしてて皆さん優しくて頑張ろうと思います。んー、どんな話したらいいんだろうみたいな、ずっといつも悩んでます。つっても MC 反省会ずっとしてます私も。おーちゃんさん、かゆみちゃん、こうえちゃんに笑顔の表情が増えた気がしてる。嬉しい、よかったです。なんか本当ねガッチガチだった気がするんですよ最初。だからその笑顔が増えてきたなって思っていただけてすごく嬉しい。CHP さん、ただちさん、こんばんは。まことさん、かゆちゃんかわいい、ありがとうございます。池よさん、初見さん、はじめまして、こんばんは。中継研究生の岡本かゆりです。チェキン。はだちさん、今帰宅しました。おお、帰りなさい。お仕事かな、お疲れ様です。ゆきぴさん、ウィバース嬉しい。え、よかったです。ドラガーさんもマジ楽しみにしてるね。みんなさん嬉しい、来てくれてる。おぐいゆゆ、神吉さん、ちゃん、神吉ちゃんさんもありがとうございます。プーウィバース、ウィバース、あ、また下のコメント読んでた。ファイナルさん、あ、 MC 見てると頑張れ頑張れって声出てしまう。え、逆になんか言っていただくのすごく嬉しいかもしれないです。頑張れ頑張る頑張る頑張る。モノサルさん、こんばんは。お、吉高さん、公演中に客席を見る余裕が出てきた気がしてます。おお、よかった。でも確かに、さ、確かにかね、一番最初らへんは本当に、まあ、まだまだなんですけど、今もそれこそ初日とかは自分の立ち位置だったり振りだったりするのが間違えないようにしなきゃってすごく必死でした。まあ、今は間違えてないわけじゃないですけど、全然。でも表情以外にもお客さん、ファンの方々を見て目を合わせたいなって思うようになりました。見てますよずっと。お、みーちゃんさん、かゆみちゃんメイク上手、嬉しいです。もうね、それこそ最初もラメつければメイクだと思ってたのに濃くすれば濃くするほどじゃなくて、やっぱりグラデーションだったりいろいろあるんだなって学びましたよ。カニの純太郎さん、劇場もすぐ終わるのか。そうなんですよ、悲しい。そのね、リニューアル前に自分の生誕祭をそこで行ってみたいなっていう。全然ね、全然ねっていうか、まあね、やってみたいなっていう、ちょっとなんか好奇心もあります。山口さん、深呼吸でスイッチ入るのシンガーっぽくてかっこいいのよ。あー、特にあれですかね、
初めてのロマンスかくれんぼの前座です。前座ですね。なんだっけな、なんかもう多分お披露目よりもガッタガタで、本当にそれがあれだ、あれでした。多分ずっとはぁはぁって、なんか本当に声がこういう感じだったんですよね。伝わってるかな。本当に緊張しすぎて声が出せなくて、うまくその最初の自己紹介で、それで震えてて泣きそうになったんですけど、歌わなきゃって思って。19期さん、ピンポン成功したいですか。以上、お待ちなして。はぁお当たれ当たれ、皆さんに当たってくれるといいな。パパパパパ、AI21 さん、こんばんは。こんばんは。お、吉高さん、成長していく姿を見ながら教えるのは完成しすぎてるより押しがいがあります。ありがとうございます。まだ、まあ、間違わないようにしなきゃなんですけど、絶対間違えちゃうので、そこも頑張ります。押す。あきさん、こんばんは。こんばんは。お、初見福音さん、200ギガじゃない、ありがとうございます。紳士な羊さん、うおまじないも聖剣なの、愛おしすぎる。そう、なんか聖剣ではなる、ではなく聖剣でした。のぶさん、初見さん、こんばんは。奥本かえりです。19期研究生の途中法になっちゃった。中継機さん、フェイントファン。お、フェイントもかっこよくて好きです。ビビベベさん、1000ギガギフトありがとうございます。ちょっとね、また全然読めてなかったので、ギガをギフトを、おちゃさん、かえりちゃん、今回のシングル握手会9月21日、9月22日の受付ラストだけど、お洋服決まってますか。おー、どれだ。チャイナ服のやつは8月のやつか。9月は確かレーサーとかそんな感じでした。全然ゴリゴリのレーサーではないんですけど、レーサー風のガールを行こうと思ってます。あとはね、なんかそのぴったり系のワンピースも着ようかなって思ってます。ぴったり系ワンピース、めっちゃね、大人っぽいみたいな、セクシー。19期さん、好きなアニメ。好きなアニメか、すごいね、めっちゃ語りますって言えるほどではないんですけど、約束のネバーランドの一期とかはすごく見てました。あとは進撃の巨人さん、巨人も見てました。ファイナルはね、ちゃんとまだ見てないんですけど、そのなんか1期2期3期4期ぐらいまであって、私はその4期をまだ全部見てないです。最初ら辺で終わっちゃってます。あとはまた王様ランキングっていうアニメも好きです。主人公のぼっちくん、かわいい。絵柄がすごくほんわか系だから、ほんわかアニメかと思ってたら、まあね、もちろんほんわかするところもあるんですけど、すごくね、本当に本当に本当にいい物語で泣いちゃいましたね。お、ゆきぴさん、千ギギガギフトありがとうございます。
よしよし、ちゃんと今日はギガを読めてるぞ。あくてさん、進撃の巨人さん。さんつけちゃった。つけた方がいいのかな。そうなんです、紳士の羊さん。王様ランキングめっちゃよかったよね。そうそう。おーちゃんさん、ヒロアカ見てない。ヒロアカはね、メイメイの方が詳しいかも。でもちょっと見てたことありましたよ。私は確かちょっと一目惚れしたのはつゆちゃんでした。トガちゃんも可愛いですよね。全然でもその子すごく詳しくないので、それこそ本当にドラガーさん、ネバーランドは曲もいいよね。そうなんです、私ぶつけバンとかやっちゃった。そう、多分ね、海外プレイリストで一回紹介したんですよ。多分一期のエンディングかオープニングだったんですけど、なんだっけな、約ネバで、約束のネバーネバーランドで、絶対絶命っていう小春家さんの音楽が好きでした。タックさん、働く細胞好きですか。働く細胞ね、なんだっけ、赤血球ちゃんとか化粧板ちゃんとかいましたよね。ちょっと見てました、中学ぐらいの時かな。のぐりっこさん、涙もろい人、もうイエス。涙もろいですね。中継機さん、ハイキュー。ハイキュー見たことないな。すごいね、高校の友達とか見てる子がいて勧めてきて、まだ見てないです、迷ってて。でも面白そう。スポーツ系のねアニメは見たことないですね。ナラブさん、1000ギフトありがとうございます。お、なんか水色のペンライトも、はい、え、アニメのお話も楽しいです。博士くんさん、こんばんは。え、なんかおすすめの、あ、アニメありますか。ソフトグリーンさん、鬼滅の刃は見てないの。え、見てました。でもいっぱい柱編あって、そこはね全部わからないんですけど、でもちょっとね、どこまで見たっけ。私縁柱さん見ました。縁柱さん見ましたよ。そこ誰だっけな、でもなんか良かった。お、丸岡由紀さん、帰りからプレイリストのアンダーテイルの曲良かったです。アンダーテイルね、自分でやったことはなくて、まだ買えてなくてね、お金貯めて買うぞって感じなんですけど、曲いいんですよ。そのアンダインっていうキャラクターのバトルミュージックもいいですし、イントロじゃないわ、本当にいいんですよ、全曲いいんですよ。渡辺さん、初見です。公園で見ておけるんだなと思いました。演技見てみたいです。あ、こんばんは、受験期研究生の久本海里です。演技、そうね、もともと演技したかったのでめっちゃやりたいです。受験期さん、サイリウム投げてよ、ありがとうございます。それがさっきのやつか、めっちゃ嬉しかった。よしさん、テンスラ見よう、テンスラ。あー、転生したらスライムだったけん、リムル、かわいい。でも全然わからないけど、あ、ハイキューの長崎ケルさん、ハイキューのイントネーションがハイチューみたい。ハイキューか、ハイキュー、私なんかハイキューハイキューって言っちゃうんですよね。確かに確かに。ジローさん、お疲れ様です。お疲れ様です、こんばんは。どっかでザ・ファブル聞いてた人いたない、さっきコメントで。どこだ、ザ・ファブル、ザ・ファブ、ファブル、それファブリーズか。ファブル、ファブルぞ。ザ・ファブルはね、どこ、もともと
初めて知ったのがなんだっけな、私その映画がすごく好きで、アクション映画が、洋画も邦画もで、そのいろいろ探ってたら実写版のファブルが出てきてすごく面白かったです。で最近アニメ化もされてらしいので、らしいですよねすごいなんかね、顔芸面白いんですよ。ちゃんとアニメいっぱい語れるように見てみたいな、名前とか。オペライトいっぱい来た、ありがとうございます。よしさん、映画は何が好きなの？もうそれこそいろいろなジャインジャインやばいぞ、やっべーぞ今日はいろいろなジャンルによるんですけど、あの例えばな、やっぱ基本はアクションが好きなので、洋画だったらジョン・ウィックっていう映画はすごくおすすめです。かっこいいですし面白いです。なんかその自分的にいいなと思ったポイントが、主人公がずっと強いってわけじゃなくて、ちょっとたまにやられたりする描写があるんですね。それがあるこそなんかスリルだったりそういうのも感じられて、そのバトルってアニメみたいになっちゃったな、戦ってるのが楽しいです。おーちゃんさん、うわホラーも好き、ホラー怖い、ちょっと可愛いがろホラーでも一回見たことあります。なんだっけ、青鬼見ました、実写版。ゲームそれも怖いけどやっぱゲームが怖いですね。私ホラーゲーム実況見るのが好きで、自分も実際にやってみようと思って、いつぐらいだっけな、小学校かな、なんかそれぐらいあったっけ、青鬼、まあその若かりし帰りはやったわけですよ、入れて。あ、ゆきさん1000ギガギフトありがとうございます。それでなんかそう青鬼って追ってくるじゃないですか、なんかそのとあるアクションをしたら、それが怖くて、まあ、それがなんかポイントだと思うんですけど、早く終わらせたいあまりに自分から青鬼に近づいて終わらせるっていう謎の行動をしてました。結局できなかったです。青鬼実況、ねえ、なんか青、そうホラーゲームだけじゃなくて実況やりたいです、実況やりたいよ丸岡由紀さん、ゲーム実況は何が好き？ホラーゲーム実況は、いっぱいあるな、すぐの日ってわかりますか？それも面白いです。でも、ね、基本なんか本当にたくさんの方見てて、まあ、すごく多分有名な方で、ポッキーさんとか多分知ってますかね、有名なのでとかも好きですし、前助さんという方はずっと見てます。最近ポテイトが映ってるんです、画面に。それが面白くて、なんか怖いゲームでも怖くなくなるみたいな現象が起きて、見やすくて面白い。おすすめのゲーム実況者さんとかゲームがあれば教えてほしいです。あとはあのイブっていうゲームがあって、すごくストーリー良かったです。こうホラーゲームなんですけど、ホラーゲームでは、ホラーゲーム自体ではないんですけど、 SCP っていうのがあって、それがホラーゲーム化されたのを実況してるのを見るのが好きです。いるんですよ、 SCP っていうのも、奥が深くて怖いですね。サイレントヘッドだっけな、そういうのがいて、いろいろいて面白いですよ。あ、おーちゃんさん、カノーさんの面白い、あれですよね、私好きなのはバイオハザードもですけど、デッドバイデイライトも面白いです。本当にあれもうつぼっちゃいます勝手に斧振るみたいなのがあって、一人でつぼってました。お、 AB さん、魔界村やってほしい。ファミコンのやつか、持ってますよ。なんだっけね、なんか敵に当たっちゃうとどんどん鎧が取れちゃって、取れていっちゃう。パンクさん、レトルト知って、知ってる、知ってます。レトルトさん、レトさん、レトキヨさんいろいろね、本当にゲーム実況好きです。あ、小田健さんっていうのも面白いです。
個人的に叫び声が好きです。イヤホンは爆音注意です。お、ホラー、ヨシさん、ホラーゲーム実況はチラーズアート作品ぐらいしか見たことないかもな。コンビニってコンビニだったっけな、なんかそういう系面白いですよね。なんかカラオケ、一人カラオケみたいなのもあった。え、ゲームの話するの楽ピー楽しいです。え、ごまばえさん、自分で終わらせるの、自分で終わらせるのホラーあるある、やっぱそうですよね。え、なんかいつかねできるようになったらだけど、帰りのホラーゲーム部屋みたいなやってみたい見てくれるといい、見てくれるといいけど誠さん、おさっきの映画かな、最近のおすすめの映画はインサイドヘッドミニオンキングダム。キングダム来たキングダムめっちゃ好きですね。前も多分話かな、話しちゃったんですけど、今また新作出て早く見たい。自社版も面白いです。インサイドヘッドも面白い。私は見ました。ミニオン、ミニオン大好きです。私もサーリー、サーちゃん、あ、サリーのことサーちゃんって呼んでるんですけど、サーちゃんミニオンめっちゃちょっとサーちゃんの可愛い話をしたいです。そのね、一緒の部屋なんですけど、サーちゃんを、サーちゃんはじゃない、サーちゃんはミニオンが好きで、ミニオンの人形をギュッてしながら寝てて、本当に本当に可愛いですよ。もうやばいよ、今思い出してちょっと胸が破裂しそうです。可愛い。そう、なんかアクション映画以外でだったら、なんだっけな、私そのあの、うー、リメンバーミーめっちゃいいですよ。泣きました。ドラガーさん、え、それは可愛い、グレそうに見えるね。そう、なんかね、なんだろう、クールもそうなんですけど、綺麗だなって思ってたんです、思ってたんですって、綺麗だなって私思ってて、なのにその寝る時になんか甘えた感じで人形にギュッて、あはやばい、可愛すぎて頭が破裂しそう、頭も胸もドキュン本当にね可愛いんですよ。ちょっと本当にそれを言いたかった。可愛すぎる、もううちのさあちゃん可愛すぎる。もうさすがにねプライベートだから撮っちゃいけないけど、わあ撮りたくなっちゃいました。もえ、何この可愛い着物はって思って。もうね、ごめんなさい、あはー、やばいやばい、テンション上がっちゃうとおかしくなっちゃう。え、そのギャップって、ギャップの破壊力ってやばいですよね。こんなに守りたくなる可愛さっていう、可愛かったな。ずっと私多分これを話しながらご飯食べれる、ご飯食べれる、違うか。お、19期さん、リメンバーミーよき、これな。ひみこちゃんさん、こんばんは。こんばんは。かわいいのエピソード。あ、てっぺいさんとじゅけいきさん、かわいいのエピソードある。かわいいちゃんはね、どこから出そうかな。まあね、やっぱり、ほんわかしててかわいいって雰囲気もそうなんですけど、そのやっぱり言っちゃってる。ごめんなさい。なんか、そのずっと話してるからか、崩れた時の笑顔みたいなのがどんどん増えてきて、わかるかな、ちょっと目線なんか伝えるのが下手なんですけど、もうね、なんだろう、リラックスしてる感じがあって、すごくほんわかします。面白いこと言ったりするし、急にズバズバ言うのでいいかい、それが楽しいですね。なんかみんな、一番最初のご対面の時とか、みんなと緊張だったのに、今ここまでみんなと仲良くなれてすごく嬉しいです。受験期楽しい。先輩方、そう、先輩方もね、本当に今たくさん話すようになって、それこそ劇場、ただいま連中公演を得て、たくさんの先輩と話すようになったので楽しい。
ゆうなさんご飯10杯いける。あ、私も、私はじゃあご飯100杯たかはちしまさん鳥かな、目が悪いぞ。バカ、こんばんは、こんばんは。今日20時ぐらいまでやります。あ、かいちゃんよだれ出てるよ、隠さないと。アサリンさん初見です、こんばんは、ありがとうございます。19期研究生の岡本かいり。お、金魚ギフトが来た、出れた、ありがとうございます。お、かずやさん、はちまきさん来たぞ。めいめいとのエピソードある。めいめいはもう本当に母性あふれるお母さんそう、なんかね、そのこの前の名古屋公演終わった後のなんかケータリング、ケータリングじゃない、夕飯かな、エビカツサンドを食べたんですけど、箱に入っててなんかテープとかで留めてあるんですけど、なかなか帰りが私が開けれなくて、なんかでも開けてみたいなアピールとかじゃなくて、普通に黙々とここにあるとしてカリカリカリって言ってたんです。そしたらめいめいが「ちょうだい」みたいな、さりげなくつって開けてくれて、もうなんか優しいです。なんかこういうのが、こういうエビカツサンドエピソードだけじゃなくて、例えばドアが固くて開けられなかったり一人で困ってたら、ちょ開けてあげるよみたいな感じで言ってくれる、本当なんかお母さん、優しいママですめいママ。メッシさん、ズバズバ言う可愛い、見てみ、なんかね、ズバズバグサみたいな、そういう、なんて言うんだろうな、そっちのズバズバじゃなくて、意外、うん、それがズバズバなのかな、なんかなんだろう、いっぱいお話できるよみたいな日本語が下手すぎる、申し訳なさい、なさい、申し訳ない。でもまあでもツッコミもあるかも、私がずっと変なこと言っちゃう時あるから、それこそドリフトとか、ドリブルをドリフトって分かんない時が、 MC、 そう、なんかただいま練習公演の MC でもあったんですけど、またどこかあって、その他の日に、後のね、の時にそれ違うよみたいな言ってて面白かったです。そういう空気も面白い。長崎ケミさん、ももちゃんが描いたかわいちゃんの絵見た、見ましたでも私あれ全然似てると思いますよ。なんかね、実際に描いた直後にかわいいとそのももちゃんの絵を比べて写真撮ったやつがあって、本当に似てたので、なんかいつかのどこかでお見せできたらいいです。福田さん、カスハラすごいの、カスハラって何ですかカスハラ全然ですよ。え、でもカスミンさん本当面白い、なんか棒読みみたいになっちゃったけど全然そんなことなくて、え、実はただいま練習公演で楽屋でちょっと手握ったっていう、本当ちょいた、ちょ本当ちょっとなんですけど、え、なんか先輩感ある感じなんですけど、たまに甘えた感じがあって、それが初めて見た時にマジで本当ギャップ感ありすぎて可愛すぎてびっくりしました。燃えましたね。あ、カニの純太郎さん、ファイナルファンタジーのトークくらいしか私はでき、欲しいなっちゃって、できないかな。 FF 大好き。まあね、やり込んでたのは13なんですけど、しかもクリアできてないって、まだゲームの話もしたいぬん。レナちゃんさん、初見さん、こんばんは。19期研究生の中高です。19期生でおしめになりました。これからかいちゃんの写真だけを集めます。で、嬉しい、ありがとうございます。目がかゆい、一目かわいい。私糸目キャラが好きで、あ、なんか急にごめんなさいアニメの糸目キャラが好きでなりたいんですよ。ウインクお、ランチェさん、回転寿司はなんさら、え、数えたことないけど結構食べるとき食べます。サーモンいくら、アナゴー、 あれも好き、なんか縁側も好きです。ガリも好き。
クイーンさん、ピンポン狙いますさん、これからアイス食べます？なんだと？ずるい。何アイスかな？私も今日食べよう。またサクレを。マッピーさん、こんばんは。こんばんは。チョキンさん、こんばんはです。チョキケーキ研究生だもん。ここは使え。お、お茶さん。かゆちゃんも先輩と話せて楽しそうよね。すいません、本当にね楽しいです。なんかもう先輩大好きすぎてニヤニヤしちゃうっていう。のっちゃんさんも大好き。でも18期さん17期さんもそれもう正規メンバーの方も全員大好き本当に。あー、お、紳士の羊さん、今日は予定通り20時で終わるのかな。へっへっへ。20時、私なんて書いたっけ、なんか20時ぐらいまでって書いた気がする。だから20時来たでは終わりません。書いてなかったらちょっと延長します、ちょっと延長します。え、ここまで、ホッピーさん、ホッピー金太郎 AKB 坂道さん、え、ここまでテンション高い感じで素晴らしい。え、確かに今日なんでこのテンション高いんだろう。メイク変えたからかな。楽しい、今日めっちゃ楽しい、いつもだけど。しかも肘先からぶつけまくって痛いっていう。パンパン、谷野潤太郎さん、めいめいは明太子本当に好きなの。当たり前です。めっちゃ明太子語ってました、可愛かった。かりちゃん、中京記さん、かりちゃん博多ラーメン食べてみたい。え、食べてみたいです、ラーメン食べたい。ゆうきさん、かりちゃんの20時までは20時半コース説。24時までやりたい、ダメだけど。え、なんか日渡り配信みたいなやってみたいです、大人になったら。え、よしさん、かえりちゃんって一人称かえり。え、かえり、あ、私、ちなみに、なんかね、なんだろう、不規則。え、でも基本は、かえりって呼んでます。あ、タコ、タコの花見ギフト来た。ありがとうございます。誰だ？探すぞ。お。お。みっちさん、こんばんは、初見さんだ。こんばんは、ジャケーキ研究生の岡本かえりです。お、ジュケーキさん、いとももちゃんの印象。え、いとももちゃんはもうなんかいい意味で優等生みたいな、悪い意味もないんですけどね。なんかね、なんだろう、正統派みたいな。だから正統派ってどういう意味だ。え、でもなんか本当に、あ、美みたいな、美しいの美です。でも意外と変顔したりみんなでできたりするの楽しいです。なんかね、カイリの X で、あちあちだポーみたいなやったら、ご飯を食べてる時にみんなで、隣でポーポー言ってくるんですよ、いとももが。ポーポーって言ってくるから、もうそれが面白くて。明るい子ですよ。そのっちさん、他のメンバーにはカイちゃんって呼ばれてるの。え、カイちゃんじゃん、カイリです。うん、お腹鳴りそう、お腹鳴る50秒前。はなちゃんさん、いとももの絵ちょっと青鬼感ある。青鬼。おもろい。かずやさん、のんちゃんと仲いいみたいだけど、きっかけとかあったの。え、なんだろう、え、なんだろう。でもその元々はそれこそ、ただいま練習初日公演に向けていろいろ先輩方と集まって、あの同じポジションのね人とかが集まれる日集まって教えてもらうみたいなのがあって、その時にのんちゃんさんが
いつでも教えてあげるからみたいなのが言われて、それで、あ、もっと話したいなみたいな思って、自分でいっぱい話しかけてみたらっていうのがきっかけです。楽しい。なんちゅうさん、そろそろお腹空いてきた。空いてきました。かゆい。見るお肉さん、お肉美味しそう。見るお肉さん、遊びに来たよ、ありがとうございます。こんばんは。初見、こう英語読めない。 CHOIRUNNI さん、はじめまして、こんにちは、こんばんはこんばんは。19期研究生の熊田香里です。てか20時までって言ったし、がもし X で来てたとしたら、あと3分しかないことが驚きです。まあまあまあぐらいって言ってるので、まだまだ。え、てかもうだったらぐらいって言ってないと20時半ぐらいまでやっちゃおうかな。ナラブさん、センギフトありがとうございます。てか全然まだ歌ってない、アカペラ。春が来るまで好きなので、また今日も歌いたいです。あい、高雪さん、初見さん、ありがとうございます。コメント、髪の毛のツヤツヤ綺麗だね。え、ツヤってますか、嬉しい。ツヤってる。吉高さん、全然劇場声が当たらないので当てるようにお願いします。当たれー、もうみんなに当たれー、グオー。はい、とりあえず整形のとこ。はい、高木さん、初見です、ありがとうございます。はい、高木さん、愛さん、愛高木さん、何読みがいいんだ。よいしょ、左目でウインクできるかな。え、みんなから左目はどっちだ。なんか目がおかしくなっちゃう。目頭かゆくなってきちゃいました。お、ゆきさん、26日当てたい。もう当たってほしいです。皆さん、ゆきさんも当たって、お祈り、お祈りパワーは。もう帰りおまじない来たから、みんな当たるぞ。カラコンウィンク、ソートウィンク、ウィンクだから気になっちゃったね。今日テンション高いな、私自分で言っちゃうぐらい独り言多いかも。お、福音さん、いきなりカエリって何でもいいですか。え、もちろんです。もうね、え、カエリ読み嬉しい。てかもう何でもあだ名つけてくだるのか、くれるのも嬉しいです。ロンリーザールさん、20時延長突入。え、てか、え、 X でカエリ言ってませんでしたっけ、ぐらいですって。20時ぐらいだからセーフだよ。ジュッケーキさん、あだ名つけて、キラキラついてるからキラちゃん。ピンチ、あ、ジフロさん、こんばんは。普段も独り言多いの。え、多いかも。物落ちてギャーとか言ってます。あとゲームしてる時とかも、例えばフォートナイトとかをやってた時期は、
なんか「キャー来ないで」とかストームに対して言ってました。ストームなんか追ってくるのがあって、山口さん、アズとアズさんというユニットやるのはずだっけ、2回目です。アズさんスタイル良すぎますって、綺麗よしさん、スーツマートもなく、こっちはいてくれればやってくれるだけ嬉しい。嬉しいとか言って、何時間も一緒とかやったらさすがにびっくりしちゃうんじゃないですか。やばいですよね、そんな。面白いかも。かっこいいじゃん、そろそろ5時間延長してるよグーさん、25日握手会行くね、朝一で。ありがとう、ありがとうございます。あ、ドラガさん、うん、ぐらいしっかり書いてるで、ほうほうってなんだ、でもセーフです。お、タコ、タコ技、タコ技じゃない、タコ、タコ花火来た、タコ花火ギフト、ありがとうございます。通勤急行通過駅さん、初見さんが、はじめまして、こんばんは。受験期研究生の久本かりです。花さん、はフォトナやってたんだ、やってました。エフェートとか、エフェートエフォートあれでもね、なんかダンスするのだ、ダンスするものとかいろいろ買いました。いっぱいね、なんか買うのもあれかなと思って、ちょっとにしてました。でもなんかスキンもちょっと買ってた、なんかピンクと水色の髪のここです、ポケットに手突っ込んでる子がいて可愛かった。サトシさんこんばんは、ダビチェさんこんばんは、初見さんだこんばんは、19期研究生の中本かりです。なんか意外と皆さんとゲームのお話今日たくさんできてて楽しい、めっちゃできてた。ゲームも映画、何気に映画の話したことなかった。お、紳士な羊さん、じゃあファミコンとかやるとゲーム中にリモコンを引っ張ってゲーム止まったりしそう。ありますありますね。それこそ弟が小さい頃とかにゲームファミコンやってた時、弟は分からないから突きっちゃってブーンとか言って車トミカーとか言って、全然私その何、家に友達呼んでファミコンやってた時に、なんだっけな、ナッツ&ミルクとかもそうだし F0 とかもそうだし、なんかいろいろブチってなって、あーってなってました、叫んでました。ゲゲゲの鬼太郎も。ゆうたさん、たこうさんギフトありがとうございます。2000ギフトありがとう、ちゃんと言えてる、言えてるぞ。お、ドラガさん、タコワサ好き、タコワサ食べたことあるかな、食べないかも、食べてみた、わさび入ってるやつですか。いた。ソフトグリーンさん、身長どのくらい、 155.5 ぐらいです。大好きだ、君が大好きだ、僕は全員曲で走る、てん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 。丸岡由紀さん、編集、建築編集できる。一時期そのほんとプロ若かりしい帰りはプロになりたく、もう大会とかじゃないですけど、ほんとなんかそれぐらい上手い方っているじゃないですか、子供でも。それになりたくていろいろ見てました、動画を。建築上手くなる方法みたいな、なんかね、早い建築できるようになってました。ずっとカチャカチャって屋根とか壁に変えるのがあって、はだってさん、劇場は26時間が当面の間ラストから
確かにラストです。それこそ私これ実は先日からラストだと思っててまだあったのでよかったです。誠さん、初見さんだ、こんばんは。並部さん、1000ギフトありがとうございます。お、ゆなさん、ゲームあんまりわかんないからこれから覚えたい。あ、え、なんかどういうゲームやりたいとかあったら言ってくれ。え、なんかね、私オンラインすごくやりたい日もあればなんか農場系やりたいなみたいな、ファーム系わかんない、やりすんねがやりたいって日もあれば、あとはなんだろう、オープンワールド系、なんかそのなんか自分の選択でいろいろななんていうの、ストーリーになるっていう、自分の選択によってストーリーが変わるっていう、自分の選択によってストーリーが変わるっていうゲームがあって、そういうのも好きですし、 RPG も基本 RPG 好きですね。スパイ&スパイ楽しいです、ファミコンだと。セッコーさんだっけ、雪光さん、セッコーさんだった気がする。ゲゲゲの鬼太郎好きなん、ゲゲゲの鬼太郎ね、お母さんがやってて一緒にやりました。難しかったな結構。あとグーニーズも好きです。え、おい、もうあの形だ聞かれちゃったかな。あ、長崎ケミさん、今日は髪型ってないみたいだね。あれね、びっくりしちゃった。おちゃんさん、かゆちゃんわさび大丈夫な、え、わさびは好きですよ、サーモンとかいっぱいつけたい。ファミコンかな、なんかで聖剣伝説っていうのもあってちょっとやってました。音楽、イントロの音楽もよかった。イントロ、うんうん、キューケーキーさん、足のサイズは、あ、キラちゃん足のサイズは何センチ、足 22.5 から23です。でも基本 22.5 なのかな、ぴったりだなって。中崎県民さん、小ジャケ好きなの、小ジャケ好きです、かわいい。サーモンなんていうスプラトゥーンでモードがあるんですけど楽しい。いやでもね、その小ジャケ可愛いから、まああと倒しやすいから好きだったんですけど、集まりすぎると本当に恐怖です。4人仲間がいるうちに自分一人になって、なおかつもう足場がない状態で小ジャケをもう何匹に襲われたら怖いです。あ、ビビビビさん、センギフトありがとうございます。お、どんぐりっこさん、コメントありがとうございます。歌声大好きで、歌声好きです、ありがとうございます。今日もね、延長してはいるのでどこかで歌いたいです。ドラゴンさん、ほんわかしたゲームも好きなの。ほんわかだったら、うん、動物の森も好きです。それこそはおいでよからやってるので、おいでよなんかいろいろあるんですけど、おいでよ動物の森から、あとね、自分が記憶にいっぱい残ってるのは飛び出す動物の森とあつ森、最近で言うと、飛び出す動物の森は本当に懐かしい。その小学校の時ベッドに入って音が鳴らないようにゲームのね、こうパカッてディースを開けるんですけど、友達と一緒にやるっていう、楽しかったですお、スプラトゥーンの話だ、ゆうなさんと塾行きさんもしてたので話さないと。そうだ、スプラトゥーンね、1、2、3持ってます。
スリーは弟がメインでやってるんですけど、ツーいっぱいやってました。楽しくてね。私なんかそのリッターとかチャージャーが好きでした。最初は長距離系はスコープから入ったんですけど、なんかその射程、なんかなんていうんだ、スコープっていうやつの方が見える画面のが狭いんですけど、それから入ってあのリターになりました。いつしかなんかほんと日によって、人気分によって、今日使える、うまく使えるぞみたいな武器が変わるんですよね。私やばい、めっちゃ今日お腹鳴る、音がでかいよ。おドラガーさんスパルタン X、 なんかあの家のソフトにあったカンフーのやつだっけ、違うな、でもなんかポーポーってやつですよね。違ったらごめんなさい。あ、ゲームボーイかも、聖剣伝説皆さん言ってくださってる、グーさんとか紳士な羊さんとか。お、太鼓の達人来たー、キラちゃん来た。キラちゃんって呼ぼう。太鼓の達人は得意。太鼓の達人はね、 Wii でいっぱいやってたんです。私はあのリモコン、 Wii リモコン懐かしい。 Wii スポーツでヌンチャクやってました。あ、ヌンチャクで思い出した、私マリオゲームで一番好きなのがあって、あのスーパーマリオギャラクシーってのがあって、曲もいいですしグラフィックもいいですしっていう、私すごく宇宙が好きなので、星とかだから、なんかすごく個人的に刺さりました。いいですよ。お茶さん500ギフトありがとうございます。ロンギーボイさん、はじめまして、はじめまして、こんばんは。19期研究生の岡本かえりです。カニの順太郎さん、ロマサガ、ロマンシングサガだっけ。そうね、なんかね、すごくファンの方に勧められてまだやってないんです。マザーっていうゲームもいいんですよ。マザーだっけ、マザー2合ってるかな。つむつむ、あ、キラちゃんありがとうございます。つむつむはやってます、やってました。奥さんコメントありがとうございます。手は大きい小さい、え、小さい方かもしれないです。でも19期じゃん、19期ちゃん来ちゃった。みんな小さいですね。おてて、まさなりさん今仕事終わった、お、お疲れ様です。福井さんハンバーグ好きですか。え、ちょっと今お腹がめっちゃ鳴りまくってる、なんかハンバーグって言ったらもう爆音でお腹鳴っちゃいますよ。めっちゃ好きです。ゲーム丸岡由紀さん、ゲームのジャンル幅広くやってるんだね。うん、幅広くって思っていただけて嬉しいです。好きですね。魔界村は友達が女の子なんか4人グループっていうのがあって、昔ずっとやってました。あ、ずっとは違う、なんかねファミコン、あれ違うかも、でもなんかどっかでやりました。やってるのを見たんだ、人が。なんか難しそうだったです。格系、格闘系とかシューティングとか、シューティングと格闘系、おー格闘系だったら、それこそファミコンはやっぱり、あれ急に名前が出てこなくなっちゃった、ストファイ、ストーリーファイブちょっとやりましたよ。なんかね、新作のリメイク版みたいなのが出たらしくて、ちょっと前に早くやりたいです。あとスマブラも好きですね。スマブラ、私ヨッシー使ってました。ヨッシーとか、あと誰使ってたっけな、カムイン、あ、カムイン一番最初に使って、結局ずっと長く使ってたのはヨッシーです。コンボが調べたら強かったんですよ。でも全キャラも良さがあって、よきよき。ゼビさんこんばんは、
ゲームの楽しい話は楽しいです。はやとさん、1000ギフトありがとうございます。かりんちゃんは、お茶さん、かりんちゃんの太鼓の同じ前の、どうなんだろう、うまくはないですね、絶対難しいで限界でした。リビングリモコンカチャカチャ。おはようさん、こんばんは。花さん、ジャージャー好きなのか、やだジャージャーで私近距離って打ちまくってました、くるって。あとでもスプラシューター系も好きでした。若葉シューター系も使ってました。なんだ、ダイナモも好きでした。あとはローリングなんとかみたいな、違うっけな、ね、あとノバーブラスターがすごく使ってた時期もありました。フロッシャーってのもあって、バケツ洗濯機みたいな見た目なんですけど、個人的にすごく使いやすい武器です。志保さん、こんばんは。20時過ぎたけど、もしかして間に合った、間に合いました。てかね、半ぐらいまではやる予定だったので。ギター上手い人よりって無理すぎる、本当に難しいですよね。なんか リフターじゃない、オーマイガー、ギターはなんか本当に上手すぎる方がいると勝ちに行くのがそもそも難しすぎるのもそうですし、はぁ、あ、はぁ、あ、ってなっちゃいます。自分がすごく上手い人に当たった時は。でも倒す側も楽しいんですよ。よいしょ。 DS 他何やってたっけな。悔しい、思い出せない。でもワリオとかやってました。なんかほんと初期の DS、 なんか正方形の形をした DS みたいのがあって、それも持ってました、お母さんから。なんかね、ソフトが中細いんですよ。ひでさんこんばんは、初見さんだ。19期研究生の奥本かえりです。かゆい。今日今までにないぐらい熱くゲームの話してるお、ゆなさん、Wii懐かしい、めっちゃやってた。やっぱやりますか、Wii。皆さん Wii 楽しい。粘着を振り回したりで怒られた記憶があります。あとはWii スポーツか何かでボーリングがあったんですけど、リモコンを吹っ飛ばして怒られた記憶もあります。めいさん、ゲーム機めっちゃ持ってる。あ、確かに意外と持ってるかもしれない。あとおばあちゃんがすごくゲーム好きっていうのもあってね。でもね、どっかで話したんですけど、もう一回話したいな。おばあちゃんも FF とかそういうのが好きでやってたんですけど、なんか、すみません、今足かいてましたなんかね、あ、そう、そのやっぱゲームとか RPG って徐々にそのレベルに、その敵のレベルとか上がっていくつに、いくにつれ装備もつけていかないといけないじゃないですか、そのレベルの高い装備などを。なのにもかかわらず、うちの祖母はその初期設定ほぼその最初らへんのなんか、まあ、初期設定みたいなのを使ったまま最終まで行くという、もうほぼ気づかずにあの縛りプレイをしているという、もうこんなに面白いんだって。私そんな話を聞いた時笑っちゃいました。そう、瀬戸満載、そう、ああ言ってたね前に。そうなんです、本当にびっくりしちゃいました。ほぼそれ縛りプレイじゃんってエビさん、ファミ通のやり込みゲーマーやんやってみた縛りプレイみたいな動画ありますよね、たまに。つよしさん、こんばんは、初見さんだ。こんばんは。19期研究生の熊田かえりです。あ、
長崎県民さん、そろそろアカペラ360名じゃないかお願いします。え、一瞬しかわからないかも緊張するな。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。てててててて、一番なった。そんな感じ。間違えちゃったらやばいね。ちゃんと歌詞を覚えて今度まるまる歌います。腹が来るまでそろそろ歌いたい。歌うーん、右肘左肘今日右肘左肘ぶつけちゃいました、いっぱい。右肘左肘、ドラゴンさん、僕の太陽はジョ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 ララ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 ラ、ここ好きです。高いよ。負けないで僕の太陽、悩んでいたって仕方ないよ、ないね。行こう明るく肘みんな面白い新しいネタ。20時22分の初恋って書いてあった、どっかが。あ、違った。普通にただいまの時刻を教えてくれてるだけだった。20時22分の7時12分の初恋は、これめっちゃ可愛いですよ、みんな。ああ、また心臓が破裂する。カズヤさん、フェイントではカリンちゃんの振り込みしてます。あらまあ、嬉しい。誰のものでもない、誰のものでもない、分かっているけど、ここ好きです。タマさん、初見です。こんばんは。19期研究生の福本かえりです。やっぱ歌は大好きですね。楽しい。サニーレタスさん、初見です。こんばんは。ジャケイ研究生のお高いです。申し訳ないです。今充電があと 20% という危機を迎えていたので、充電器バグっちゃいました。再開しました。再開しました。見えてるかな。アキさん、こんばんは。初見さんだ、こんばんは。ジャケイ研究生の熊高いです。あ、ごめんなさい、今充電器がまた、充電器じゃないわ、充電が危なかったので。キラちゃん、今高校3年、そうです。 LJK かな、私行ってみたかった、青春してるみたい。大丈夫です、今回はもういろいろ準備しているので。半じゃ足りないよもうとりあえず今仮に延長するとして、今私はあれですね、ランキングを一旦読まないといけないという、忘れちゃいけないぞ。どこだどこだどこだ、お、ゆうなさん SJK 近くて嬉しい。いやー嬉しい。あれ、ランキングしないといけない。そう、ランキングスクショタイム一旦これを終えないといけないっていう。読みます。ダンジョン読みを、危ない危ない、またダンジョン来るとこだったいきます。13位はドラガーさん、ありがとうございます。12位は長崎県民さん、アイリスさん、ありがとうございます。11位カズヤさん、ありがとうございます。10位新島羊さん、
ありがとうございます。9位ふみさん、ありがとうございます。8位はやめちゃんさん、あたちとやばい、ありがとうございます。7位はおーちゃんさん、ありがとうございます。6位はやとさん、早帰り、ありがとうございます。よいしょ。5位はキラちゃん、ジュケーキさんだ、ありがとうございます。4位はヨタさん、ありがとうございます。3位ズル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 じゃん、ユキキさんです、ありがとうございます。ピース。2位バージャン、ビビビビさんです、ありがとうございます、ありがとう。それでは最後ファイナル1位、ズズじゃん、ナーラブさんです、ありがとうございます、ありがとう皆さん、嬉しい。で次は次は次はスペシャルタイムだ、あぶねー、忘れちゃこだった。終わりたくない、今日めっちゃ時間足りなかった。写真も撮りましょうか。どうしよっかな。ちょっとね、漏れる角度っていうのを発見しました。あれ？漏れてるかな？おてこぱしい。水拳ならぬ聖剣だぞ。聖剣、本当これ水拳じゃないんですよ、水拳通るな、水拳。ウインク、あ、ギター弾きポーズ、じゃーん。じゃあちょっと一番苦手なコードやろう。めっちゃ待って、難しいや、よし、ハート、猫耳やったことないかも。ちょっと待って、ギターこれだけどピックも忘れちゃならぬぞ、ピック、あ、 F コードいきますか、さっきのね何コードだっけ、なんかめっちゃ猫ひげってどうやってんだ、は、早すぎだ。早いよ。あ、これは G、これ G、これは G なんだけど、ちょっと実際にやると、1から3フレットでやって、なんかないかな。ここから、ここに6弦から1弦があるとして、なんか、こういう、G じゃなくてこういう、うん、この大きさはやりづらいぞ、こういうやつがあるんですよ、こういうやつ、これは G、 なんか G じゃないやつです、ちょっと名前がわからないんですけど、結構難しかったやつです。あー、なんか皆さんからした、20時ぐらいっていうのはどこか終わりだと思いますか。半だったら終わらないといけない。名前見せポーズ。今日もたくさん話せた。
22時だと。ピータさん楽しい配信だね。おそらく21時59まではセーフ。よし、あとはランキングムーンだし、今日はスクショタイムも時間内にできたということで、終わらなければならぬよ、ならぬならぬぞよ。よし、では終わりたくない、終わらないといけない。手が。なんかこうやってあやふやにまま私が延長してるのって私ぐらいだけですかね。ドキドキ、もうマジか、終わりかみたいな、そんなみんな言われたら私終わりたくなくなっちゃいました。楽しかったな、今日も皆さん来てくださってありがとうございます。いろんなお話できました。ギフトもねくださってすごく嬉しかったです。優柔不断帰り、発電チェン。え、今日ぐらいの時間帯ってすごく良かったですか？ちょっともう終わるんですけど、それで聞きたかったっていう。あ、田波さん、ほぼ初見でした。めちゃめちゃ、ありがとうございます。次も楽しみにしてる、ありがとうございます。早く終わらなければならない、より見たくなっちゃう。よいしょ、またね、それぐらいの時間であったらいいですね。よかった、皆さんよかったです。あとね、そう、ちゃんと年齢も大人になったらちゃんと22時以降やりたいです。なので見ててください。みんなと明けおめ配信とかやってみたい。では次の握手会とかでも皆さんとまたいっぱいお話できたら嬉しいです。よしよしね、早く18歳になりたいです。あ、35分になっちゃった。もう。名残惜しい。そうなんですよ。終わりますって言ってるのに、なんかずっと、こうなっちゃう。あ、せーので、じゃあ、そうだ。あ、いた。うわー、せーごで、せーごじゃない。せーのでやらないといけない、最後。いきますよ。でも本当に終わるので。皆さんでせーのでじゃじゃんっていう恒例の恒例としたやつもやらないといけない。いきます、せーの。あ、ダメってきた。あ、行こうぜみんな。あ、こんばんはってきた。あ、じゃじゃん、はいはい、いくよ、もう一回いきますよ、ラストじゃじゃん、いきますよ。え、またこんばんはってきたらさ、追いたくなくなっちゃうじゃん、帰り。いきますよ、ダメダメ、せー、いくよ、せーの、せーの、じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん、あ、来た、増えた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 、じゃじゃーん来たぞ、イエーイありがとう、みんなじゃじゃーん、ありがとうございます。え、めっちゃこの間に来た、楽しい。じゃあ終わり、お、わかった、こんばんはって言ってる人いる、プンプン。じゃあ終わりますね、ありがとうございました本当に終わるからね、楽しかったです。皆さん来てくれてありがとう。こんばんは、じゃじゃーん、ちょっと混ぜちゃってるコールちゃうわオープニングじゃちゃうわちゃうわ、もうエンディングよ今ありがとうございました。じゃあまた配信するのでいっぱい話しましょう。でもう2時間以上ないと足りない。バイバイ、ありがとうございました。やー、終わるボタン間違えちゃった今組み始まったって、終わりますよ、もう。ありがとうございました。楽しかったです。バイバイ。